高校時代戦ってらっしゃいどうも博士です。2014年夏の甲子園1回戦智弁学園 VS 明徳義塾、今大会屈指の好カードで注目は1年生から甲子園を知っている明徳岸純一郎 VS 4番の岡本和真。ちなみに3年の岡本和真がファースト、2年生に広岡大志がサード、1年生に村上正輝がベンチ入りした試合であり、今となってはポジションが違いますね。さらには知ってる人は知っていますが、岡本和真がピッチャーとして甲子園のマウンドで投げてるんですよね。岡本和真は背番号6をもらったこともありますからね。さて試合は2回に集中で3点を取った明徳義塾、追いかける立場の中、3回表の智弁学園の攻撃では岸から岡本和真がタイムリーを放ち3対2のスコアに。その後お互いに1点を取り合った7回裏の明徳義塾の攻撃で代打田中のスリーランが生まれるなど4得点、8回にも得点が明徳に入り、最終的には明徳が10対4のスコアで勝っております。岸 VS 岡本も3回に岡本和真にタイムリーを打たれますが、その他の打席は自分のバッティングをさせなかった印象。時間戦明徳が打ち継ぎといった試合展開でしたね。ちなみに9回には平岡大志がホームランを岸からかっ飛ばします。以上、またねー。